ルイーゼ・フレーベルルイーゼ・フレーベルの6人の子供のうち一番下の子であった。彼女は私立学校に行き、卒業後は母親を手伝って家事を引き受けていた。数年、実家の家事を切り盛りした後、二人の兄の家計のやりくりをするようになった。1845年、ルイーゼ・レビンは一般ドイツ教育者に入って、そこで幼稚園の先生になる家庭を終了するため、 カイルハウに赴いた。その後、彼女はレンツブルクのフォンコッセルという貴族の家で家庭教師の職に就く。しかし、彼女は直にバートリー・ベンシュタインのフリードリヒ・フレイベルのもとに戻る。そこにあるマリエンターラー城で新しい学校が開校することになったためであった。フレイベルは彼女をその学校の校長にと考えていたのである。 1851年6月9日、ルイーゼ・レビンとフリードリヒ・フレーベルは結婚する。その直後1年と経たないうちにフレーベルは死去、未亡人となったルイーゼは1854年、ハンブルクに戻る。そこで彼女は1860年、ハンブルクで初めての私立幼稚園を開園し、フリードリヒ・フレーベルの教育学に基づき女の子と男の子を教えた。 また彼女は夫の遺品、遺構を管理し、彼の所管の観光に不信した。彼女はアメリカやロシアにまで及ぶ膨大な往復所管を通して国際的なレベルで幼稚園の普及に努めた。1884年12月、ハンブルクのザンクとゲオルグ地区に貧困でや極貧の子供たちのための初めての幼稚園を設立しようと提言。1891年、 ドイツ・フレーベル協会の名誉会員に推挙される。1900年1月4日、ハンブルクのアイムビュッテル地区の老人ホーム、アイヒエルハインで死去。遺体は、シュバイナのベルク墓地の彼女の夫の隣に埋葬された。小さな記念のプレートが、墓石の足元に埋め込まれている。彼女の本名は、ルイーゼだが、墓標には間違ってルイーズとして記載されている。 ベルガー 1995S43 ありがとうございます。